朝です。起きていただきたいで。無事に起床しましたね。任務完了であります。5分前行動。と標語が貼ってありましたので、目覚まし時計の5分前に起こしてみました。ごめん、寝起きてる？実はあの子がどこ探してもいなくて、ちょっと手伝ってほしいんだけど。屋久島の時みたいに勝手に出てったかもしれなくて。私の名前はあの子ではありません。アイギスならここにおります。え？アイギス！あなたいつの間に。この方は就寝中でした。ドアの解錠には2分かかりました。もろ不法侵入じゃん。夜は作戦室にいてって言ったでしょ。今後私の待機場所はここが良いかと思いますが、何か。唐突に何言って。問題点があれば速やかに対処します。問題点は多分秒速に。てかあなたも何か言ってよ。ほらね、ダメだから。仕方ないであります。しょうがないな。じゃあ3階に部屋を用意してもらうから、そっち行ってよね。あと勝手に寮の外へ出たりしないでよ。命令であれば従うであります。はあ、なんか疲れた。じゃあ私朝練あるから行くね。なるほど。皆さん本来は朝に。なるほどな。
Just dialing your number, 32 plus the last two.
the way.
お元気そうで何よりです。そういえば彼らまた一人面白い仲間を加えたようですね。もとい、あれは一人ではなく一つかな。別に興味ねえ。あなたから聞いたこと本当のようですね。彼らは本当にやる気のよう。まったくな。これでは私たちも立たないわけにはいきません。彼らが何をしようと構わない。力のつ、しかし彼らは影時間を消すと言っている。それは力そのものを否定することです。それだけは何があっても許容できません。好きにすりゃいい。町屋、お前どないする気や。知っとるで、戻ってこいて誘いが来とる。ムカつくぜ、このストーカー野郎が。わしらはあいつらを止める。あいつらに味方する言うんやったら真っ向敵同士や。ええんか。前にも言ったろ、俺にはもう関係ねえ。
私には特別な機能がオルギアモードについてご説明するであります。これは私のオルギアモード発動中は一時的に攻撃力が大幅に高まり、ただ思考による制動も一部解除されるため、その間は完全自立行動となります。また一旦オルギアを発動するとオーバーヒートするまで止まれません。オーバーヒートからの回復には相応の時間を要するであり、オルギア発動を維持できる時間はわずか。使いどころが肝心であり、説明は以上です。復唱が必要でしょうか？これは私のリミッターを一時的に強…オルギアモード発動中は一時的、ただ思考に…またオーバーヒート…オルギア発…説明はいい…オルギア…
傘が落とされてます。気をつけてください。Thank you.
君か。Peace.
市街地にシャドウの反応だ。さっき山岸がグッ。なんで満月ってまだの。違うの、反応はごく普通のシャドウだから。でもシャドウは普通タルタロスの外ではこんな風に暴れないんですが。場所は長泣神社の参道前のあたりだ。近くにいた秋彦が先に行ってる。あいつ一人で十分だと思うが、念のため準備してくれ。了解。はい。今現場にいる。悪いがすぐ来てくれ。どうした？苦戦してるのか？いや、シャドウは片付いた。というより、片付いてたと言った方が正確だな。何があった？俺の代わりに怪我した奴がいるんだ。できれば助けたい。代わりってどういうこと？俺に聞くなよ。とにかく行くぞ。とにかく止血と消毒だな。まったく大したやつだ。何しろ犬がシャドウに立ち向かって、しかも倒したんだからな。え、待てよ、それってつまりこの犬から守ったと言っています。ここは安息の場所だそうです。あの花束、もしかして神主さんが亡くなった事故の。本当に守ってたんだ。つかアイギス、お前犬語翻訳機能付き？犬に言語はないであります。でも言語だけが意思伝達じゃないであります。
そんな変わり種もいたもんだ。まったくですね。お前も立つの。よし、理事長に報告して作戦は終了だ。あとは獣医の手配か。夜中だが、まあなんとかしよう。頑張ったねお前。犬にしとくのもったいないよ。でも君の周りもだいぶ賑やかになった。仲間のみんなとはうまくやれてる？そうなら安心だね。あと1週間で次の満月だよ。準備はできてるかって最近はあんまり心配してないけどね。でも気をつけて。また会いに来るよ。帰ってきたか。
Thank you.
君か。Thank you.
山岸、どうだ？はい、確認できています。やはり今回もシャドウの場所は岩戸台の北の外れにある廃屋が並んでる一帯です。ただ反応は10メートル以上の地下から確認されてて、それがちょっと単に建物に地下があるってこと。港湾部北側には建築時に地下10メートルを申請している建物はありません。ですがずっと以前には陸軍が地下施設を置いていたという記録が。陸軍？そうなの？彼女にはこの辺りの地形や建築に関する情報が一通り記録されているんだよ。最も放置していたので最後の更新は10年前だが。10年前であります。更新しようよ。で、結局どう解釈したらいいんだ？詳しいことは実際に言ってみないと。戦争の遺物か。今回は状況が未だ不透明よって、前線を誰にするかは現地へ行ってから。了解だ。了解であります。では行こう。ターゲット、このお見事。お目にかかるのは初めてですね。え、誰？私のルキアには今の今まで何の反応も。私の名はタカヤ、こちらはジン。ストレガと我々を呼ぶ者もいます。さて、今日までの皆さんのご活躍、聞けば人々を守るための善なる戦いだとか。ですが今夜はそれをやめていただきに来ました。お仲間が随分増えたようですが、それはここが罪。タルタロスは今宵も美しくそびえている。それと戦いをやめろってのと何の関係があんだよ。簡単なこっちゃ。シャドウや影時間が消えたらこの力かで消えるかもしれん。そんなん許されへん。この力、まさかペルソナ使いなのか。もう少し頭を使ってほしいものだ。あなた方は力が消えてもいいのですか？ペルソナは誰もが使える力ではないのです。影時間はその私たちに開かれたテリトリーだ。そして滅びの塔もね。そんな、だから邪魔しようっての？分かってないのはそっちでしょ。シャドウをほっといたらどんなことが起こるか分かんないのよ。シャドウのもたらす災いです。災いなど常にあるもの。シャドウでなくとも人が人を襲う。
どんなことが起こるかなどどの道分かりはしないのです。それよりもあなた方は気づくべきだ。自身が影時間を知る前よりも今の方に一層の充実を感じていることにね。楽しいなんてそんなこと。本当にそうでしょう。他の方はいかがです？前の退屈な日常を取り戻したいですか？んだと私楽しんでなんか。お前らには個人の目的しかあらへん。どいつも本音はそのために戦っとる。お前らの正義はそれを正当化するためのただの言い訳や。そんなんは善やない。ただの偽善や。そんなもんに邪魔されとうない。せいぜいあがきや。きっと大丈夫です。今は見失った目標よりもシャドウのことが先決と思うであります。そうね、冷静さをなくしたら思うツボか。シャドウが動き出しました。今の振動で。よし、本来の目的に戻るぞ。勝てなければ脱出も何もない。先行する。
キリジョー先輩のダメージは深刻です。
防備です。守ってあげてください。召喚シークエンス。はいはい、こちらミツルです。そうか、ご苦労様。待ってください。作戦中、謎の者たちから妨害を受けました。おそらくペルソナ使いです。ペルソナ使い？しかも一人ではありません。影時間の中に平然と現れ、我々のことも知っているようでした。その相手は何か手がかりになるようなことを言い残す。いえば、自分たちはストレガと呼ばれていると。ストレガ？なるほどね、調べてみ。お願いします。それと、そのストレガという連中に一杯食わされて閉じ込められてしまって。ははもうシャドウの危険はなくなったわけだし、後で誰か人を送るよ。我々以外のペルソナ使いか。また少し重い。終わりはどこかの誰かが引き起こすわけじゃない。それは大勢の人たちに望まれてやってくる。まるで最初から決まってたことみたいにね。でも変だよね、終わりを望む人がいるなんてさ。そうかな。でも嫌なことを終わりにして楽になりたい人もいるんじゃない？まあいいや。実はね、今日はもう一つ君に。もうすぐ毒のある花が芽を出すよ。向かいの花壇に3つ、そして君の庭にも1つ。終わりと関係あるかは今はまだわかんないけど、
気をつけた方がいいよ。また何か分かったら知らせに来るよ。僕たち友達だもんね。私、休んでるところすまない。少しいいか。おはよう。実は全員に伝えておきたい。ここで話してもいいが、夜になったら4階の部屋に集合してくれ。じゃあ。I'm gonna put you in.